はい、毎度クソシバでございます。今日はですね、今朝の4時半です。4時半にクソシバ、車乗って何してんねんって言ったら、ただ単に仕事帰りです。今日は遅なった。ほんでね、今日の話題はですね、BFC バランスについて。 BFC バランスね、タンパク質、脂質、あと炭水化物だよね、そのバランス。これさ、トレーニングする前って全く意識してないよね、このバランスっていうのは。もう全く意識せんと、まあ普通にダイエットする人とかやったらカロリーしか見てないと思うよ、カロリー。けどトレーニングするようになると、そのバランスっていうのをね、見るようになるなって今日思ったんです。やっぱりほら、お弁当とかね、外で外食する時もそのバランスを見てさ、やっぱりほら油もんっていうのは控えるようになるよ。だってさ、油からカロリーを摂取するとね、油ってカロリー高いから、油からカロリー摂取するんやったらね、炭水化物とタンパク質からねカロリー摂取したいよね。まあ油なんかなんぼ控えても最低限取らんとあかんって言われるものは取るし、全然ね意識して取るものではない。まあそんな感じでね、なんかふと思ったんですよ。普通にダイエットしてる人と、トレーニングしとってダイエットしてる人の違いってなんやろうと思ったら、それこそ普通にダイエットするだけやったら、ほらダイエットのラーメン、すごいカロリー低いやつ、あんなばっか食ってたらいいだけなんですけど、僕らはねやっぱりそれはあかんやろみたいな感じですよね。まあ結局何が言いたいかっていうとね、食事っていうのはすごい大切で、まあ筋トレしてない人も、まあコンビニとかで普段ね、外食でもそうですよ、食べる時にまあタンパク質と炭水化物と脂質のねバランスをね意識して食べるとね、すごい健康的になるのではないかと思います。できればね、カロリーはタンパク質と炭水化物から取りたいっていうお話でした。さあ帰りはサラダチキンでも買って、寝る前にちょっとタンパク質取って寝たいと思います。じゃあまた。日が明けてるね。ビッグマックセットの L セット。申し訳ございません。ビッグマックはただいま販売してるんですよ。え、マジっすか。はい。グランクラブハウスの L セットのゼロコーラで。はい。以上で。はい。360円です。はい。おい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 。マクドあるある。絶対にこのドライブスルーが狭い。マクドあるあるですね。マジかよ、ビッグマックないとか、マジかよ、マジかよ。ありがとうございます。ありがとうございます。あーあー、ポテトが揚げたてだ、サクサクって、あ、うまっ。やばい、 BFC バランスがどうでもいいわ。うまい、うまっ。これはええわ。ここにね、酒も買うて、このねマクドを当てにね、今日は家で寝る前にねたっぷりカロリー取って寝たいと思います。ちゃう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 、何取ってんの、取んな。うまっ。